皆さんこんにちは、絶景プロデューサーの志保です。今日のテーマは桜の絶景ということで、絶景プロデューサーとして全国の桜見てきた私がおすすめしたい、もう厳選した桜のスポットを32箇所ご紹介したいと思います。ここからの動画で載せている写真は基本的には私が自分で撮影をしたものです。実際に私が行った日付、何日に行ったかっていうのもね、覚えているものは載せているので、いつ桜を見に行くか、その計画の参考にしてみてください。動画の後半の方ではスマートフォンでね、桜をうまく撮るコツっていうのもご紹介をしています。それではたくさんあるので早速北海道から順番にご紹介していきます。まず最初は北海道の函館にある五稜郭公園です。私は4月の27日に行きました。桜っていうと、まあ、4月の頭ぐらいのイメージあると思うんですけど、北海道とか東北は涼しいのでゴールデンウィーク前後まで見頃が続く場所が多いです。でこの五稜郭はなんといってもこの星形に桜が咲くっていうのがとても特徴的です。なんかこう、ね、地上に落ちたピンクの星みたいな感じで見ることができるんですけど、この写真は隣に立っている五稜郭タワーに登れば誰でも簡単に撮ることができます。私が行った年はね、結構早く開花をした年でした。なので例年であればゴールデンウィークぐらいがちょうど見頃になると思います。続いては青森県の弘前城です。私は年を変えて2回行ってるんですけど、2015年は4月の27日、そして2022年は4月の26日に行っていました。ここも全国区ですよね。ここは桜が散った後の花びらがお堀の隅をこう埋めるピンク色の絨毯みたいな花いかだっていうものが見れるっていうのが有名です。この弘前公園のお城の中の方にある桜もね、とっても綺麗なんですけど、このね、散った花いかだを見るには満開から2、3日後ぐらいに行くっていうのが一番タイミングとしてはおすすめです。でここ最近はね、こんな綺麗なハート型に見える桜のスポットっていうのも発見されているので、ぜひね、花いかだと合わせてこのハートの桜も探してみてください。続いてご紹介するのは岩手県の小岩井農場です。私は7月の28日に見に行きました。小岩井といえばね、牛乳で有名なんですけど、桜も本当に有名なスポットなんですよね。私はこの一本桜が見たくて行ってきたので、桜の開花状況もそうなんですけど、この背景にそびえている岩手山、これがちゃんと見えるような日を狙って天気がいい日に行ってきました。でこの一本桜のスポットはね、実は農場の外にあるので入らなくてもね、誰でも見ることができるんですけど、小岩井農場の中もね、こんな感じで桜並木がとっても綺麗なので、ぜひね、中と外両方楽しんでみてください。続いてこちらは宮城県の白石川沿いにある一目千本桜と呼ばれるスポットです。私は4月の5日に行っていました。ここはね、東北の中では結構早く開花するスポットです。ここはね、川沿いになんと8キロ桜並木が続いていて、その背景に蔵王連峰の山々を見ることができます。ここはね、電車の駅がすぐ目の前にあるので、交通の便が良かったっていうのも私には嬉しかったです。そしてこちらの写真の船岡城址公園、こちらもね、桜が綺麗な名所なんですけど、先ほどの場所からね、歩いてすぐ行くことができる場所なので、ぜひこの2箇所合わせて行ってみてください。続いてこちらは福島県にある桜峠です。私は5月の5日ゴールデンウィークの後半の方に行きました。私が知っている限りだと、日本で一番遅く見頃を迎えるのがこの福島の桜峠なんじゃないのかなと思っています。ここはね、2000年代に作り始められた本当にね、新しいスポットなんですけど、この眼下がピンク色一面に染まるんですよね。本当に綺麗です。現在ね、桜の数だいたい3000本と言われてるんですけど、これ現在進行形でどんどん数が増えていっているんですね。なのでまた進化した姿見に行きたいなと思います。でこちらはね、西向きに見ることができるので、夕日の時間帯もとっても綺麗です。続いてこちらも同じ福島県にある花見山公園です。私は4月の5日に行きました。こちらは福島に桃源郷ありと言われるね、本当に福島を代表するスポットなんですけど、なんと JR の福島駅からバスで12分というめちゃめちゃ交通の便がいいんですよね。実は私はさっきご紹介した宮城県の2つの桜スポットの帰りにサクッと寄ってきたっていうぐらい行きやすい場所でした。おすすめです。
こちらは茨城県にある東吹田天満社です。私は4月の3日に行っていました。この神社はこの数年で知られるようになった新しいスポットなんですけど、神社の裏参道と鳥居、そして桜並木が夜にこうライトアップされるんですね。とっても幻想的でした。このお社はね、本当に住宅街の中に急に現れてくるので、行くと結構びっくりすると思います。続いては埼玉県にある埼玉古墳公園です。私は4月10日に行っていました。私はね、実は学生時代埼玉県で過ごしたんですけど、埼玉って桜の名所がたくさんあるんですね。東京から電車で来やすくて近いのに混雑全然していない場所も多いので、東京住んでる方はね、埼玉でのお花見結構穴場です。中でもおすすめしたいのがこちらの埼玉古墳公園なんですけど、このね、こんもりした丘、古墳なんです。でしかもその古墳の上に一本桜が立っているっていうのが結構可愛くて、私はお気に入りなんですよね。そしてこの近くにある深谷駅の近く、この川沿いもね、とっても桜並木が綺麗なので、合わせて行ってみるとお得だと思います。続いてこちらも同じく埼玉県にある権現堂公園です。私は4月3日に行きました。こちらは桜並木と合わせて一面の菜の花が楽しめるスポットですね。私がいた2015年は比較的空いてたのでゆっくり楽しめたんですけど、最近はね、ちょっと人気になっちゃったので混雑しているというふうに聞いています。ここは桜並木沿いに屋台がたくさん出るので、食べ歩きをしながらね、お花見を楽しむのが楽しかったです。続いては東京のスポット2カ所ご紹介します。まず王道ですが、目黒川の桜並木です。この写真は2019年の3月29日に撮影しました。私はね、東京に10年間ぐらい住んでいたんですけど、その時実はこの目黒川沿いに住んでいました。なのでね、桜の時期は毎日この光景楽しんでいました。ただここはね、おそらく日本で一番混雑する桜のスポットなんじゃないかなと思います。もうね、平日でも全然歩けません。なのでこの目黒川に来る時はね、もう朝から混雑を覚悟して来ないといけないですね。でもね、すごい混むんですけど、一度は見てほしいスポットだなと思います。もしくはね、目黒川は結構長い川なので、この写真の上流部分だけではなくて下流の方に行くとね、川幅はこう広がっていってしまうんですけども、その分人も減ってくるかなと思います。続いては東京の町田市にある恩田川です。私は4月3日に行きました。ここはね、都内でゆっくり桜が楽しめる場所ないかなと思って探してたら見つけた場所なんですけど、本当におすすめです。川の両側に2キロぐらい桜並木が続いていて、で端からその並木を眺めることができるので、結構目黒川と似たような景色を楽しむことができます。でもちろん観光客は少なくて、感覚で言うと目黒川の30分の1とか40分の1とか、それぐらい人が少なくてゆっくり楽しむことができるので、東京住んでいる方でね、こう花見スポット探している方、ぜひ今年恩田川行ってみてください。続いては山梨県の新倉山浅間公園です。私は4月12日に行きました。ここは桜と合わせて五重の塔、そして富士山を見ることができる、もうね、 This is Japan と言いたくなるようなスポットですね。ただね、私ここに行った時曇ってて富士山が残念ながら見れなかったんです。桜は満開だったんですけど、なのでここを行く時はね、ぜひ事前に天気予報をチェックして富士山が見えそうな日に行ってみてください。さてここからは私の地元静岡県のスポットをご紹介していきます。静岡県結構桜の名所たくさんあるんですよね。まずは2月中に見頃を迎える伊豆の河津桜です。私は2月の28日に見に行きました。河津桜ってね、ピンク色が濃くてとっても可愛いですよね。私も大好きです。で伊豆の中はこの河津桜楽しめる場所が何か所かありまして、一番有名なのが河津町ですね。原木があるところです。ただこちらね、有名な分かなり混雑します。そこで私がおすすめしたいのが河津町の近くにある南伊豆町です。こちらは南の桜祭りというイベントが開催されるんですけど、規模はね、結構河津町と変わらないぐらいの広さあるんですけど、観光客が少ないのでその分ゆっくり楽しめました。この河津町と南伊豆町の2つの会場は電車を使ってね、1日で両方回ることができるので、ぜひね、両方合わせて行ってみてください。続いてはこちらも静岡県にある富士霊園です。私は4月9日に東京から日帰りで行ってきました。ここは霊園なのでね、まあ言ったらお墓なんですけれども、ここは日本の桜の名所100選にも選ばれている場所なので、関係者だけではなくて観光客も桜が楽しめるようになっています。
この展望台から見下ろす桜並木っていうのはね、なかなかない画角なので珍しいかなと思います。こちらは静岡県にある龍岩淵という場所です。私はこちら2回行ってるんですけれども、2018年は3月28日に、2019年は4月の5日に行ってきました。先ほどね、山梨県側からの富士山のスポットありましたけど、今度はね、静岡県側から富士山の桜を眺めるスポットです。宇留川というね、川沿いに桜並木があるんですけれども、その桜と富士山を一緒に眺めることができます。山梨の方はね、結構外国の方がたくさんいて混雑してるんですけども、こちらはね、そこまでまだ知られていないので比較的空いているスポットです。そして続いては私の地元ですね、静岡県の浜松市にある浜名湖フラワーパークです。この写真は4月の8日に撮りました。私はね、小さい頃から何度もここ行ってるんですけれども、桜の特徴としてはチューリップと一緒に見頃を迎えるということですね。すごくカラフルで春が来たっていう感じの風景を見ることができます。続いてご紹介するのは愛知県の五条川です。私は4月の6日に行きました。ここはね、川沿いに7キロぐらいの桜並木が続いているんですけど、ここもね、弘前城みたいに条件が合えば花いかだのこのね、ピンクの絨毯の光景を見ることができるっていう場所なんですね。なのでこの時はそれに合わせて見頃からあえて少し日程をずらして訪問したんですけどね、ちょっとタイミングが合わなくて花いかだは見ることができませんでした。またリベンジしたいですね。で、五条川はこののんぼり洗いというね、鯉のぼりの糊をこうやって川で落とすイベントっていうのが風物詩になっています。ここはね、名古屋駅から電車で行くことができます。続いてご紹介するのは長野県の中綱湖です。見頃はだいたい4月の後半ぐらいです。私この中綱湖これまで2回行ってるんですけどもね、2回とも実は見頃の時期を逃してしまっているんです。なのでね、まだ完璧な光景を見ることができていません。写真はお借りしたものです。ここはね、湖の水面に大山桜という品種が反射する光景がとっても美しいんですよね。結構予測が難しいんですけど、今年はぜひね、行きたいなと思っています。続いてこちらは富山県の朝日船川春の四重草です。私は4月の7日に行きました。ここは四重草といって、桜並木、朝日岳の山々、そして菜の花、さらにチューリップ、この4つのコンビネーションが見れるっていうね、結構変わったスポットです。でね、なかなかにこの4つのタイミングが合わないんですよね。私が行った時もね、4を狙って行ったんですけど、残念ながら 2.5 層ぐらいのちょっとね、山が隠れてたり菜の花が完全に咲いてなかったりっていうタイミングでした。今年は4つ全部揃うんですかね。続いてご紹介するのは滋賀県の海津大崎です。私は4月の2日に行きました。こちらね、琵琶湖沿いに4キロの桜並木が続く関西でも屈指の桜の名所ですね。車の渋滞がやばいっていう印象があります。で、ここは海じゃなくて湖なので、結構岸のギリギリまで桜が咲いてるんですね。結構珍しい場所だと思います。なのでこう水平線を眺めてチャプチャプする波の音を眺めながらお花見をするって、私はここでしかもしかしたら体験したことないかもしれないです。ちなみに今載せているこの写真は自分で撮影した自撮りのショットです。続いては私が今住んでいる京都府から2カ所ご紹介します。もう京都桜の名所だらけです。寺社仏閣たくさんあります。なので今回はあえて寺社仏閣以外のスポットで、そして京都市内から行きやすい場所を2カ所ご紹介します。こちらは京都市内にある伏見十石線です。私は3月27日に行きました。伏見は酒蔵の町で、そこの景色をめぐる遊覧船としてこの十石線があるんですけれども、ちょうど桜並木を通過するので春にはとっても人気のアクティビティです。この船、観光客で誰でも乗ることができるんですけど、桜の時期に乗る場合は事前予約してから行くのがおすすめです。続いてこちらも京都市内から行きやすい場所で、世割亭という場所です。私は4月1日に行きました。ここは堤防の上に桜並木が 1.4 キロほど続いているんですけど、この桜の木、ソメイヨシノなんですけど、こうね、枝が垂れ下がるように咲いてるんですね。なのでこの枝の下を歩くと結構見応えがありまして、桜のトンネルみたいな包まれているような気分になって、私は結構好きなスポットです。続いてこちらは奈良県の吉野山です。私は4月の13日に行きました。こちらもね、豊臣秀吉が愛したと言われる日本を代表する桜の名所ですね。
私も全国の桜スポットを見てきたと思うんですけど、ここはもう本当に桁違いだなと思いました。360度どの山を見ても桜桜桜という感じで、ずっとなんか桜に包まれているような、そんな滞在でした。でここは吉野山の全体に桜が咲いていて、その山の高低差によって見ごろの時期がずれていくので、こうね、いつ行ってもどこかが見ごろになっている、このお花見の時期が長いっていうのも一つ観光しやすいポイントかなと思います。続いてこちらも奈良県にある高見の里です。私は4月の13日に行きました。ここは千本のしだれ桜がギュッと密集している珍しいスポットです。私有地なのでね、入るのはお金がかかって有料なんですけど、管理が隅々まで行き届いているので、もう本当にあたり一面がピンク色っていう素晴らしい光景でした。このね、しだれ桜の横にはちょっとお茶できるようなスペースもあります。続いてこちらは兵庫県にある世界遺産姫路城です。私は3月31日に行きました。姫路城はね、お城の周辺いろんなところに桜が咲いているんですけど、この写真は護国神社の裏あたりからお城を撮影したものです。赤い橋がね、こうアクセントになってていいですよね。続いてこちらは岡山県にある醍醐桜です。例年の見ごろは4月の上旬頃です。ここはね、桜と一緒に星空を撮ることができるということで、写真好きにね、人気のスポットです。で私も行ったんですけど、結構真っ暗だったので、桜と星空をきれいに撮るっていうのは難しかったんですけど、この満天の星空の中でポツンと佇む一本桜、とっても力強くて美しかったです。続いてこちらも岡山県にある津山城です。私は3月30日に行きました。こちらはね、岡山県を代表する桜スポットだと思うんですけども、その割にはね、結構混雑がしていなくて、まだまだ穴場なのかなという感じがしました。ここはね、本当に見下ろすと桜の海みたいな感じで、約1000本の桜が石垣にこうたくさん植えられているんですね。この写真は夕日の時間帯に撮ったんですけど、夕暮れの空とそれに染まっていく桜っていうのがね、とても綺麗でした。続いては山口県にある錦帯橋です。私は4月の3日に行きました。こちらは福岡から新幹線で家に帰る時に立ち寄ったんですけど、あまりの渋滞でバスもタクシーも来なくて、新岩国駅から錦帯橋までね、1時間以上歩いて行ったなっていうのが一つ思い出です。でもね、これだけ渋滞するのが分かるなっていうぐらいの美しさでしたね。桜とこの橋のコラボレーションっていうのもとっても良かったんですけど、この錦帯橋の橋を渡った後、そこに公園があるんですけど、そこの公園の桜の本数っていうのもお見事でしたね。続いてこちらは四国の香川県にある塩出山です。私は4月の8日に行きました。こちらは桜と一緒に瀬戸内海に浮かぶ島々を眺めることができるということでね、まあ、四国を代表する桜のスポットですね。私が行った時はね、カメラ好きな地元の方10人ぐらいしか来ていなかったかなというぐらいだったんですけど、今はね、本当に大渋滞がするようなスポットになったと聞いています。私はこちらは夕日の時間帯を狙って撮影しました。続いてこちらは長崎県の白木峰高原です。私は4月1日に撮影しました。ここは菜の花畑の中に1本だけ桜が立っていて、その奥から朝日が昇るんですね。すごく幻想的で綺麗な光景でした。でこちらは新しい西九州新幹線の諫早駅の近くにあるんですけれども、どうしてもね、この朝日の時間帯に行きたかったので、前乗りして前泊をしまして、朝一でタクシーでこの白木峰高原まで行って撮影をしてきました。頑張って行ってきてよかったなと思います。そして最後にご紹介するのが宮崎県にある西都原古墳群です。私は3月30日に行ってきました。こちらも桜と菜の花が楽しめるスポットなんですけど、ここもね、名前の通り古墳なんですよね。結構広い範囲に古墳、そして菜の花も桜もありますので、広い敷地でゆっくりとお花見楽しむことができます。で私はね、絶景はもちろんなんですけど、それよりも先に歴史好きっていうのがありますので、この西都原古墳群は桜も菜の花も歴史も楽しむことができる一石三鳥のスポットです。は
はい、ということで以上駆け足なんですけど、私がこれまで行った中でおすすめしたいスポット32箇所ご紹介しました。いかがだったでしょうか。たくさん行ってきたつもりなんですけどね、それでもエリア結構偏ってますよね。でこれらのスポットすべて私インスタグラムにアップをしています。行った時どんな感じだったのか、もっと詳しく知りたい方は私の過去のインスタグラムご覧ください。そして私がね、今年2023年狙っている桜のスポットはこちらです。今年もね、全国の桜見たいなと思っているので、皆さんおすすめの場所があったらコメント欄で教えてください。お待ちしています。そして桜なんですけど、スマホで撮影するのってすっごく難しいですよね。目で見たらわーってすごい綺麗なのに、スマホでこう撮影するとあれこんなはずじゃなかったみたいなことって結構あると思います。私もねよくそんな悩みがあるんですけれども、そんな中で私が編み出した桜をスマホでうまく撮るコツ5つこちらです。その1、花に近づいて撮る。その2、明るさを上げて撮る。その3、離れた場所からズームして撮る。その4、天気がいい日に行く。その5、ちゃんと満開の日に行く。この5つですね。でこの5つのポイントでスマホで桜をうまく撮るコツっていうのは、私過去の動画でアップをしています。でここで喋ってもいいんですけど長くなってしまうので、ぜひ下に URL 載せておくのでそちらからご覧ください。そして最後に気になる2023年の桜の開花予想ですが、2月の2日に発表されたウェザーニュースの予測はこんな感じです。ソメイヨシノの開花でいうと、なんと東京が3月20日で全国最速だそうです。今年は平年並みか平年よりもちょっと早いくらいということだそうなので、ベストシーズンを逃さないように皆さんもチェックしてみてください。今日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。何か感想や質問があれば下のコメント欄でお待ちしています。以上、絶景プロデューサーのしほでした。バイバイ。